うん、私たちの真実は見抜けない頭脳子供体大人の明日方ありがとう。ラスケチャンネルで起こる YouTube の広告収入のすべてはハンディキャップを持つ方々の支援に利用されます。ぜひチャンネルと高評価、ラスケチャンネルの紹介よろしくお願いします。今日はパペットパペットやっていきます。牛くん、牛くん、今日さ、ちょっと雨降ってんだよね。そうなんだ。牛くん、雨って好きかい？あ、カエルくん、好きかい？パペットも乗った牛くん、今日はステーキを買ってきたんだよ。なんだいカエルくん、僕に対しての八つ当たりかい？いや、パペットコペット牛くん、最近楽しいことあった？カエルくんは？楽しいこと？楽しいことって言えばカッパの話かな。カッパ？カッパ？カッパの話？そうだな。コペットコペット。牛くん、なんだい？最近のカッパ巻きって、美味しいのかな？カッパ寿司って知ってる？知ってるよ、牛くん。カッパと、カッパじゃないけどさ、カエルなんだけどさ、ね、パペットカペット。牛くん、宇宙人っていうのはいるのかな。いるんじゃないカエルくん。いろんな意味で僕たちって世界を変えてるのかな。ミュパペットコペット、幽霊。牛くん、なんだいカエルくん、幽霊って知ってるかい？幽霊？よくわかんない。幽霊になってみたらいいじゃないか。じゃあなってみよう。ここポンポン、どうだい？この上から見る景色はパペットコペット肉まん、牛くん、肉まんって冬に食べると思ってるじゃん。夏もあるんだよ。そうなんだ。カエルくん知ってた？僕はあんまり知らないな。僕はあ、濡れてるとことか、濡れてるとことかジメジメしたとこが好きだから、肉まんっていうのはあんま知らないんだ。僕は知ってるよカエルくん。そうなんだ。おいしいかい？はいはい、パペットコペット。今日の天気、牛くん、今日の天気は雨だねそうだね。でもさ、僕たちってなんか天気になんかこう、僕は天気にいろんなことに感じるけど、牛くんって天気ってなんか寝てるの寝てないの？そうだね、天気の日は寝てるかな。でも今日は起きてるね。今日は当たり前さ、部屋の中にいるから。ああ雨は嫌だな。あ、でも僕はいいや。ペットパペット。
ことで、あの終わりたいと思います。なんかいろいろありがとうございました。パペットコペット、ラスケチャンネル登録よろしくお願いします。バイバイ。パペットコペット。